はい、アルビサポウッチーでーす。開幕5連勝しましたー。結構素晴らしくいい試合でしたね。多分もうほぼほぼ2回見たかなって思います。2回、3回目ぐらい 見るかもしれないぐらい、まあアルビのいいところがものすごく多く出た試合、素晴らしかったですね。見ましたか？てか見てるよね。みんな見てると思うし、多分普段見てない人ですら見ただろうし、今日は日曜日今撮ってるんですけれども、さっき犬の散歩して帰ってきた時に、あの地域の人に会ったら、いやアルビ強えなって言われましたね。まあその方は僕の何個、6個7個だったか、そんぐらい上の人だったかと思うんですけど、その人もちょっとアルビ好きで、まあいつも会った時にアルビの話をしてる方だったんですけど、そんな話まで出るぐらいでしたね。やばかったですね。まあやっぱこういう風になっているのも、やっぱ守備がまずすごく安定しているっていう部分が強いですよね。まあその前からのハイプレスっていうのももちろんあるんですけども、連動した守備っていうのが圧倒的に出てきていたよなって思いますね。昨日のあのインターセプト、ボールダッシュとかはめちゃめちゃすごい数あったんじゃないかなって思います。そういうシーンも良かったし、やっぱりオフサイドもすごく多かった。まああの向こうが分かりやすいプレーをしてくれたっていうのもあるんですかね。ベルディがなんか噛み合ってないなっていうのとかありもいましたよね。あとはまあ切り替えの速さがもう全然違っていたので、もうあれ見たらもう勝つよなって思いますね。はい、そのぐらい昨日はアルビがめちゃめちゃ良かったです。そう、まあもちろんベルディが弱いっていうことじゃなくて、ベルディが噛み合ってないっていうのなんですよね。きっと個人個人で考えていくと、やっぱりプロの選手みんなすんごいうまいんで、うん、そうなんですよね。なんで僕はずっと佐藤雄平がもうとにかく怖いなっていうふうに思ってて、まあ、佐藤雄平はやっぱり昨日はやっぱ結構イライラしてましたもんね。もともとかなり熱い選手だからそういう風なのもあると思うんですけど、結構ヨシ君にちょっと肘とか腕当ててたりとかもあったり、まああの PK はちょっと不運だったんじゃないかと思いますけど、うちらとしてはラッキー。まあその前のシオンのプレーで PK じゃねえのかなって思いますけど、なんか昨日のあの主審の方はちょっと引っ張るのとかあんまり取らないような主審でしたよね。なんか試合なん結構見てもその引っ張ってるシーンとか撮ってなかったんで、でもその他のまあヨシ君のは多分佐藤雄平のかかとに当たったんじゃないかなと思うんですよね。佐藤雄平が全く痛がってなかったけど、ヨシ君がすっげえ痛かそうだったんで、で多分佐藤雄平の方が先にボール触ってたっぽかったんで、まあそこはちょっとまあその前のプレーのも含めてっていう部分で PK もらったっていう感じなのかな。まあそんなのがあるか分かんないですけど、まあとりあえず素晴らしいプレーがアルビア多かったですね。本当に良かったと思います。7点戻ってるし、その他のプレーも良かったし、そのもうみんなが連動して動いてたから、やっぱ早く攻めるのかちょっとゆっくり攻めるのか、上がりを待つようなプレーであったりとかですよね。誰なんのどのプレーだったかな、シオンのゴール、後半始めてからすぐのやつとかはまさにそんなプレーでしたよね。うわーちょっとあんま覚えてねえけど、なんだろう、どうだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、多分真ん中ぐらいでこっちに攻めてる感じですね。真ん中ぐらい確かシオンが取って、ここに鈴木浩二が奪ってから、ここでちょっと上がりを待つ感じだったと思うんですよ。でこっちにこう寄ってって、フランクさんがバーッと走って、フランクさんにパスを出して、でここで切り返して、ここに藤原くんが来て、でその間にシオンがここで待っているみたいな感じだったんですよね。やっぱりこうその上がりを待つとか、早く攻めるのかゆっくり攻めるのかっていう部分とかがものすごく分かれてて、ただその時でもちゃんと上がってくるっていうのですよね。なんか前半ベルディは前半なのに
35、6分だったと思うんですけど、寛平さんが結構いい位置で奪われたんですよ、うちは。結構いい位置で奪われたのに、まあその時うちが戻りが素晴らしく良かったっていうのと、まあうちが揃ってたからだと思うんですけど、ものすごく上がってこなかったですよね、ベルディの選手。あれもったいないなって、こっちが揃ってたとしても上がりがはこっちに攻めるのが早ければ絶対良かったのにっていう部分に思ったぐらい、それだけうちの守備が切り替えがやっぱりすっごく早いっていうのもありましたね。あとどっかよかったのがですね、あれっすね、なんだっけ、どれだ、4点目、ゆずくん4点目だっけ、4点目だね。ゆずくんの4点目のシーンも、なんだ、こんな感じで、こうで、こう、こう、違う、こうかな。で、こう、こう。で、相手がこんな感じでいたんだよな。こんなですかね。はい。この、赤なんですが、ちょっとサングラスかけるとオレンジに見えます。この、オレンジ。で、緑がベルディ。で、アルビア、こっちに攻めてます。で、この、ゆずくんのシーンはですね、まだ、ボールは、こう、ベルディが持ってたんですよ。で、こう、ここの、この選手に来た時に、すぐシオンと、ここが、ヤンくんが、二人で、前と後ろから行ったんですよね。で、こっちの選手は、上の方向いてたんですよ。奥の方。だからこう行くしかなくて、でここでスイッチになった時にはもうこの選手がパスコースがここの選手しか行けなかったんですよね。ここちょっと違うな、なんかこうだったかな、この選手にしか行けなかったんですよ。だからゆずくんめっちゃダッシュ来てたんですよ。これ見るとまたマジで面白いです。素晴らしいダッシュで、もうドンピシャポンで取ってからっすよね。で取ってからが早かったんですよね。こう行ってから多分よしくんがこうブワーしてよしくんにパス出して時にこう戻った時にここにはもう鈴木シオンはこの辺だ、鈴木浩二が中入ってヤン君も中入ってフランクさんも中入ってでこう上げてクリアをされたところにゆずくんが胸トラで落としてズドンでしたね。そう、このシーン見るとわーすげー、あんなもうパスコースを塞がれたらもうボールダッシュ簡単だよなっていう、簡単っていう表現もあれですけど、ボールダッシュすごいしやすいよなっていう風に思いましたね。で結構ボールダッシュとかはこの試合はすごく多かったですね。本当に気持ちいいぐらい多かった。行きたい、見たかったな、今日行きたかったな、本当行きたかった行きたかったしか言ってねそうそうなんですよ、よかったっすね。そうなんですよ。いやーこれ現地1万900何人だって、めっちゃいいよね。すげー気持ちよかっただろうなきっとね。そうなんですよ。あ、買いました、でっかいの。あ、いやさっき言ったか。そうで、あともう一つ僕が良かったのが5点目の鈴木浩二の得点。これすげえいいっすよね。しかも鈴木浩二超走ってたの、この辺ぐらい、こっち自陣ね、こっち攻める方でこの辺ぐらいで、なんだろう、こうなんかパスがあったのをこうよし君に渡したんですよ。そっからの鈴木浩二ダッシュで、もうここ、コシ君もブワーダッシュね。で、ヨシ君は、ここからこう来るけど、この、向こう2人しかいないんですよ、ベルディは。で、ヨシ君に行くの？どうすん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 の？え、コシ君めっちゃ来てるよ！コシ君来てるよ！え、どっち見る？どっち見る？みたいな感じで、ヨシ君はずーっとこう、斜めに走っていくんですよね。で、鈴木浩二はこう、徐々にセンターの方に、真ん中の方に来て、え、どうする？え、こっち？俺こっちだよね？みたいな。え、でも、行く？でちょっと2人がこう近づいてきたんですよ。だからもう実際、まあ、こっちに行ったらシュートコースなかったですけど、すげえやりやすかったですよね。でちょうどいい大差にならないタイミングで
ポンって出すのでゴールみたいな、ワンタッチでね。いやー良かったですよね。すんごい、もうこれね、この走りですよ。このドリブルね、このね、斜めにね行く感じで、え、どうする、俺どうする、俺どうするんですよ。え、来てるよね、来てるよね、コージ来てる、コージ来てる、コージ来てるみたいな、こっち星君来てる、え、どうする、どうするみたいな、この感じ、この感じね。いや最高じゃないですか。めちゃめちゃ、もうあれはもうね、しょうがないよねっていう感じのゴールでしたね。そんなですかね。まあとりあえず超テンション上がりますわ、ほんと。そして最後7点目にまたか、水戸くんが決めるね。水戸俊何分出たのって感じだよね。10分出てないぐらいで、10分出てないのに3本シュート打ってんの。しかもどれも全部多分枠内入ってて、あってもう、そう、昨日うち7点取ってるけど、向こうのマテウス選手キーパーめちゃめちゃスーパーセーブしてるからすごいんだよね。ただ守備がちょっといまいちすぎたのかなんかなーっていう部分が、寄せが甘いとかいろいろあったと思うんだけど、すごかったよな水戸俊。すごい、だって最後のあれ利き足じゃないですからね、左で、でそれでビュッて、すっげえボールスピードも速いし、いやーやばかった。原石ですわ、知ってますか皆さん、船越ですよ、船越雄三ですよ、確か秘蔵っ子だった気がします、俺の記憶では。まあ誰か詳しい人いたら教えてください。そんなですよね。いやー、なんだっけ、船越のちゃんとなんだったっけ、うげ、yeah, うげ、yeah, 船越みたいな、どうだ、水戸俊ゴール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 、こんな感じですね。いやこれもういいじゃないですかね。いやー声出したい、昨日スタジアムに行ってた、声が出せないことのストレスが多分すごかったんだろうね。いいストレスよかったよかったね。俺もうずっと車の中でもこんなでしょ、昨日営業回りしてもわーっつって、もう超変な人ね。まあとりあえずすげえいい試合を見ましたね。5連勝とりあえずすごく今はいい流れで来ています。まあこの流れを切らさずに、また次の試合もちゃんとやることってのが大切っすね。うん、あ、そう、そして次は SC 相模原っていうもんだっけ。そうなんですよね、ちょっとアウェイが2連戦続くんですよ。で次のホームが4月17日14日津営源金沢戦、チケットの発売は多分2週間ぐらい前かなと思います。でチケットは、コンビニ、それぞれのコンビニも買えるし、普通に J リーグ公式アプリがあって、そこからでも買えるし、まあその2種類あれば分かりますね。もうとりあえず今のアルビンのサッカーめちゃくちゃ面白いんで、もう見に来ないっていう感じですね。で生で見るとやっぱすげえ面白いんですよ、本当に。ぜひぜひ皆さん来て、なんかもう一緒に盛り上がれたらなって思います。多分すごくいいですよ、今から見てたら。多分また選手が入れ替われがないんで、これから、まあ、夏までは多分そういうのってすげえ好きな選手とか出てくるし、いいですよ。今アルビにハマるなら今です。ね、今です、違うかな、うん、信じるか信じないかあなた次第です。はい、そんな感じで今日はありがとうございました。アルビサバウッチーでした。ぜひチャンネル登録よろしくねっつってつって、はい、ありがとうございます。あ、ビスかアルビレックス見えてたかな、わかんねえか。そして下も、下こっちだった、見えない。はい。
ありがとうございます。ではでは、ありがとうございます。